はい、皆さんこんばんは。KYC での本音トークという時間がやってまいりました。お、ごした。はい、まあ、選手もね、かなりいろいろと、シリアスな話をさせていただいたんですけども、はい、まあ、ちょっと私事でございますけどもね、この、火曜日、ちょっとこう、KYC での元気の出る会というのをね、はいはい、和歌山でやってまいりまして、ものすごい人数なんですよね。そうなんですよ。あのね、おかげさまで、まあ、今回はスペシャルバージョンということで、まあ、我らが兄貴というね、より岡社長にね、講演をいただいたんですけども、まあ、それにしても人数すごかったですよ。140人近く、はい、それだけの減る会場があったんですね。まあそれがね、花月伝さんにね、お世話になっていると、はいはい、でまあ、今回メンバーの方々のいろんな協力をいただきまして、はい、本当に今日はね、こうやって見ていただいている方もいらっしゃると思うんですけども、はい、まあ、やっぱり和歌山もまだまだこれ、なんて言うんでしょう、元気やなという、うん、感じを受けました。もともとこの怪我しての元気の出る会というのを発足したのは、まあ、自分も元気を出したいと、とにかく自分が自分でこうケツを叩くみたいな形でやれば、誰かがまたみんなこう応援してくれるんちゃうかなということで、まあ、最初、飲み仲間で一緒にやろうよって、10人ぐらいでやろうよというつもりでやってたんですよ。で、1回目、そこからもう50人ですよ、50、50、もうでも100でしょ、今度、まあ、次、だから第6回目ですかね、まあまあ、ちょっと60人ぐらいにしないと。こう逆に抑えてる、ね、抑えないと、一人一人こうゆっくり、僕も回ってゆっくりと話する本当時間がなくって、で、まあ、ただまあこうやってね、まあ、便利なもんで、フェイスブックもありますけども、こうやって動画がね、はい、動画っていうぐらいね、動画っていうぐらいこう迫れるじゃないですか。もう一発言ってください、動画ということで、ね、3回言ってみるやん、動画ってこれぐらいね、まあ、本当に はい、動画っていうのは非常に動画みたいな、もうええやな、やめてよ、もうね、死んだらってか、ほんまに聞いたら面白いです。いや、ほんまにね、夢屋は何にも知らされてないから、何にも知らないです、はい、まあ、選手も夢屋は何にも知らされてないんだけど、はい、まあ、夢屋といえば、もうアドリブの聞く男ということで、有名でございますから、有名です、有名ですよ、僕の中で有名で、はい、もう司会にしてって何したって、もうとにかくね、起点が聞く、はい、うん、ありがとうございます。本当にこれだけほどいたいわけよ。まあ、そういうことで、まあ、今日はどんなトークになるかということですが、はい、実は、僕もあんまりね、こうテーマを決めてしまうと、僕講演会もそうなんですよ、来られてる方によっては絶対その空気が違うから、うん、自分がこうシナリオを書いていろいろと、まあ、ある程度のあらすじはあるんだけど、はい、あとはね、アドリブにしないとなんか自分が思ってないことを全部してしまわなあかんという義務感に駆られると思ってるんですね、うん。実はこれも今日のトークも本音トークということで、まあ、誰が見ていただいているか分かりませんので、実はそのメッセージの中で、はい、なんかこんな思うんやけどっていうことを、もし、ね、僕がこんな思ってることに対してこんな思うっていうことを別に否定してくれてもいいですし、うん、まあ、いろんな意見メッセージをいただければ、それに応じてまたこういろいろトークをして、はい、まあ、この今のコロナっていう、ちょっと今日は本音トークの中に書いてましたけどね、うん、世間を切るとか書いてましたね。えらいスタッフがえらいテーマを入れてるもんやから、もうハードル高まっ、あ、世界を変えるとか書いてたよ、ほいで。はいはいはい。でも先週は世界を変えるっていうことで。言うてたけど。やりましたよね。まあ本当にハードルが高いんだけどね。はい、そのハードルを高いのによっこしょっとこうね、飛んでいきたいと思ってます。今日はね、よろしくお願いを申し上げます。はい、よろしくお願いします。さあ今、はい、今日ここへ来るときにそうやったんですけど、たまたま、また事件がありましたね。また事件が。はい。はい、和歌山駅ですよね。もういろいろと、はいはい、事件だらけでしょ。和歌山駅なかったの。和歌山駅で、もう一個も一個で全然違うの。あれ、和歌山駅で、多分知っておられる方いらっしゃると思うんですけど、はいはい、和歌山駅で文化包丁持った男の人が、え、なんか歩いてたとか言って、今日、はい、なんかその情報はちらっと聞きました。ほんまですか。いや、僕はたまたまちょっと今日はね、パソコン忘れて家取りに帰ったんですよ、はいはい、テレビチッとつけたら、40代の方が、肩がて捕まってたんだけど、はい、何歳かな、ちっちゃい子を切ってみたいな、またあったんですか、またあったんですよ。でもそれを見てね、もうほんまにこの殺伐としたこの社会、何やろみたいなね、ね、ほんまにこんなにその人を傷つけたり、簡単にこうなんかこうそういう事件が多いけども、昔そんなもなかったはずなんですよね、うんうん。まあ、そこについて、まあ、それを悲観的になってところで、まあ、これは愚痴を言っても批判してもあかんので、まあ、じゃあなぜこうなってるんやろかと。で、またこの大人が、もう我々大人やから、はい、その、まあ、そのなんか諦めてもあかんって今日書いてましたよね、うん、こう目を伏せようとか、蓋をしようとか、うん、所詮何言うてもあかんなと、見て見ぬふりをしようとかって、いろんな部分に対して冷めた感覚になっていけば、うん、またその世代が繰り返されていくであろうということが、すごく危惧されるわけですね。で、まあ、こんなちっぽけな人間一人でも、何かこう発信する、こういう番組がせっかくあるので、番組で発信したときに、
をご覧になっている皆さんがもし何か声を上げる、ね、機会があってそうやそうやとかもしくはいやそうじゃないやろっていうことをまたこうやり取りしてこうアーカイブ残りますからね。それが何か一つずつこうちょっと波及していって問題定義の中にこう皆さんの中にこう落とし込まれていかれて、そしてそれがちょっと何か教育についてでもねプラスになればなというちょっとこう真面目な番組したいなと思ったんですよ。はい、珍しいでしょ。わかります。わかりますか。今その話で思い出しましたけど、はい、早速来ましたか。何年前か忘れましたけど、はい、秋葉原で無差別にトラックが突っ込んだ事件ありましたね。結構それと似ていると思うんですね。まあ、大阪の池田のところでもその小学校に入って刺すっていうのもありましたけど、結局僕は根本は僕が思うにはコミュニケーション不足と思うんです。はい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 、このデジタル社会になっていろんなものが簡単にどこへ行かなくても買える時代で、 LINE であったり Facebook であったりそれで会話をしているという錯覚に陥っている今の我々の現代人だと思うんですね。なんであのこれ出られた元気の出る会なんかはある僕素晴らしいことだと思うんですけど、やっぱり人っていうのは生の言葉と言葉をぶつけ合わないと僕ダメやと思うんです。で人脈を作ろうとかっていうことで僕ちょっと勘違いしてるなと思うのが、例えばそういう、うん、まあ、言った SNS を使ってこれで僕は人脈がありますっていう、確かにそういう友達が増えていくのは OK なんですけど、はいはい、でも僕はそこでまず友達申請がありました、例えば Facebook で友達申請がありました、で、あ、この人だったらなんかこう経歴を見てもあ、ちょっと僕も興味あるなと思ったらそれ承認をします。これはただ Facebook 上でつながっただけの話なんです。やっぱり本当の人脈っていうのは自分の足で歩いてその人と会って話して、僕はそこで初めて人と人との信頼のある人脈がつくと僕は思っているんですね。だからそれが今パソコンというのが友達になってやってしまってるがゆえに、多分人の心がちょっとこれ寂しいっていうのが、パソコンで楽しいんですよ、自分は楽しいと思ってるんやけども、でも人と人との生の声、生の温かさ、そういう人と人との触れ合いっていうのを感じていないので、それがストレスとなって人を切りつけるであるとか、そういうところに走ってしまってるんではないかなっていう、なんかそういう事件があるとそれをすごく思うんですね。そうだね、まさしくその通りで、まあ、僕もそのこれ今ネットワークを使ってもちろんこういうのもそうですし、はい、人脈というのを作ろうという部分の会もやってるし、ただいつも間違わないでくださいねという、これは一つの手法であってそれを利用してある程度まず一つのきっかけを作っただけで、はい、でもやっぱりリアリティにちゃんと合って話をして、でそういうところでやっぱり価値観をきちっとぶつけ合いながら、やっぱり合う人ってはね、合わない人っていてるはずなんで、まあ、それ大事だと思うんですよ。でそれをちょっと逆らっていくと、はい、要するに今の現代社会は、まあ、スピードにどん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 速くなってきてね、あの小学生ぐらいの時は特にそうやけど、こうゲームをずーっとやっていくね、はい、でゲームをずーっと、この選手も言うだと思うけど、ゲームをやる時代の方々に生まれてる人、まあ俺でもそうかわからんけど、これが結構リセット社会なんですよ、だから何とでも人の心はリセットできるとか、自分の思いでできやんかったらリセット何回でもやっていけば、まあ、機械のように扱えると、それにきちっと順応してくれなかった場合は切りつけるみたいな、これもまた機械の中ではそういうなんか武器を持ってやるようなことが多いから、それがもうなんかこうバーチャルな世界とリアリティの部分がもうごちゃごちゃになってるんですね。で僕ね、今日はちょっと言おうと思ったんです。これ大人も悪いと思ってることがあって、これはもちろん僕らも含めてですよ、もちろんね、偉そうなこと言うとお前なんなって、自分できてないって、もちろんできてないからこそだけども、でもできてないからこそ言えない人が多いんですよ、いや僕もそんなそこまでようやれてないから、でもそんな注意したりするような自分立場でないからなって思う人がどんどん増えてるんですよ、だから人間でパーフェクトないから、でも理想を持ってこっち声を出して言うということは大事だと思うんだけど、いやいや私できてないしね、私もまだまだできてないからねって言って、どん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 その言えなくなっている、それがね結局教育の中にもね弱さになっていってるんですよ、だから学校の先生でもそうやと思います。いやそんな言うてもうちの自分どこの家も教育できてないからとかね、いやそんな言うても自分もまだまだこう大人としてどうかなとかって思ってるうちはやっぱり言えないという、でもねちょっとこうあの誤解を承知で言いますよ、自分ができなくてもね、理想を言うてもいいと思います、僕はね、人間ってその理想、自分ができてないからこそ理想を持ってるからこうやって言い切る方が、そこに持ってこうギャップを埋めていこうという努力をするはずなんですよ、だからある程度先生とか、まあ、リーダーシップを持ってる先生、まあ、方とかなんかこう人をこう引っ張っていく人って、有言実行で言わなあかんと思ってるんですね、だからそこに夢があって近づきやなあかんというあのエネルギーがあるんやけど、ちょっと遠慮してる人が多いんちゃうかなと、
だから、まあ、ちょっと話はずれていきましたけども、だから僕はあんまりゲームのことで、ゲームメーカーの方にね、申し訳ないけど、パソコン作って、プログラム作ってる人いっぱいいてますわね。はい、いや、それは悪いと言いませんよ、時代性やからね。ただ、そこにはバランスというものがあって、これをずっとやってる方ってね、で大会相対的に挨拶せえへんんですよ。うんうん、いや、かといってそういう人嫌いじゃないですよ、うん。でも相対的にですよ。だから挨拶しないっていうことは今言われたように、まあリアリティにぶつかり方がないということですね。あの人とのつながりというか、あんまりそのコミュニケーションを取る術というのが生であまりしないという感覚が多いんですね。それだけど長けてるんですよ、そういうことって。僕思うんですけど、例えば元気の出る会をずっとやった時に、こんな人いなかったかなと思うんですけど、ちょっとまあせっかく元気の出る会なんで、みんなと会話をすると思うんです。その人が、私何を喋っていいのかわからないんです、はい、って言うないといませんでした、はいはい、言ってます、もちろん。で、私がこんなとこへ来ていいんやろうとか、うん、こんな場違いなとこへ来ていいんやろうかとか、うん、そういう方多いんです。で、僕は逆にそういう人に来てほしいんですよ、うん、はいはい、逆に。で、縦社会でバシッと決まってるようなサークルとか組織とか、まあ、例えばなんとか企業会とかあるんですよ、経営者の会とか、もうそんなもんいっぱいあるんですよ、セミナー会とか、うん、ただやっぱり主婦の方とか学生でこれから就職活動する人と、就職活動さあやっていくぞっていう学生とですよ、60ぐらいの経営者がある会なんかって面白いないですか、うんうん、でその60歳の経営者が、おお俺もこんな時期あったわというふうなことをその人から学ぶ会っていうかな、うん、だから僕はもう5歳6歳の子供にも学べることはいっぱいあると思ってるんです、うん、はいはい、だからこそそういう会の中に主婦の方で、まだ私は、主婦業をあのなんていうかな、なんか仕事とは思ってないという人もいてる。いや、主婦業っていうのはもう僕はいつも言うけど、政治を動かすことですよと言ってるんですよ。その主婦業が究極の、まあ言ったら日本元気にするところやと思ってるんで、家庭の中でのここの部分を、堂々としてくださいよと。だからこういう会来て、私は主婦ですって堂々と言ってくださいと。でその中で夫がこんなんであんなんで悩んでますって言った時に、その夫の同じ立場の人と一緒に飲み会できたら、これまた一つヒントできるんですね、ヒントっていうもらえる、まあ、そういうところがいろいろあって、元気の出る会をやろうということで、まあ、縦社会ではなく横でつながってです、ね、いうことでやってるので、まさしく話できない人いてますよ。で僕思うんですけど、うん、多分今ご覧になってる方でも、うん、確かに話するの苦手なんだよなっていう人いてはると思うんですけど、うんうんうん、これね、ぜひ試してもらいたいんです、うんうん、だいたい一般の人は話をするのが苦手、話題とかね出てくるのもちょっと苦手なんでっていうことで引く人が多いと思うんです、うんうん、でも喋りたいっていうもし意思があったとするならば、僕は最初にその人が、例えば僕が喋れない人とします、うんうん、僕はヒデさんと喋りたいんです、はいはいはい、普通やったら喋りたいけどもうあのってこうなるんですけど、だからそれは喋れない人を演じるのも上手い、ね、何でも上手いなんですけど、うん、僕はもしそういう方がいらっしゃったら、うん、僕はこうしたいと、すいません僕全然喋れないんです、うんうん、っていうことを言ってもらえれば、だからヒデさんも、あ、これとはそういう話題とかちょっと喋りが苦手な方なんだなっていうことで喋ってくれるんで、うんうんうん、これで会話が成立するんです、うんうん、はい、だから自分が喋れないからと言って喋れないって引くんではなくて、あ、僕喋れないんですよっていう、うんうん、ちょっと話題とかも乏しいんでっていうふうに言ってもらえれば、うん、じゃあこっちが何度かフォローしてその人の良さを引き出そうとして喋りかけるじゃないですか、うんうん、っていうふうに、ちょっとこうね、喋りが苦手っていう方に関しては、もしそういう場面があったとしたらね、うんうん、もうそれを言ったらいいと思うんです。確かにね。ぐっと抑えるんで。そうね。なんかまあそうやって、ええこと言ってくれるんですよ。芋やん。はい。ね。でも芋やんええこと言ってくれるんやけど、芋やんやからこそそんな言えるから、芋やんそんだけ口喋れるから、ええやんって、やっぱり思ってる人いてると思うんですね。はい。で、今、でもいつも言うやんね、僕噛んだりするし、緊張したりするし、そんな時は、その今思ってる気持ちをそのまま素直に言えば一番楽なんですって言うてましたね、はいはいはい、まさしくその通りやと思うんですね、はい、だからまあちょっと一つの何かのきっかけというかヒントになってもらったらいいと思うんですけど、確かに本当に僕こう女性の、まあ今日はもうあっち行くこっち行く分かりませんよ、ね、そのつもりの番組なんでこれね、大丈夫です。お客様をずっと見てると思うことがあります、はい、で最近特に思うことがあります。若い方ほどです、無表情、うん、無表情、無表情ってどういうことかというと、今言った会話すらできないというか、できないんじゃなくてやりたいんだけど、うん、っていうことです。でただ僕は言葉は別にええと思うんですよ、うん、でね、一言言わせていただくとね、まあ就職でも何でもそうやけど、これからでもね、表情って大事だと思うんですね、はい、この表情がね、無表情っていうのがね、非常になんか残念なんですね、うんうんうん、でその無表情、表情をよく出すためにはどうしたらいいのっていう話を、だから本当はじゃあしたいわけですよ、本当は。
じゃあそれを聞きたい。表情なんです。これ実は表情が無表情ってなぜそうなってるかというところです。まあ花に例えましょうかね、うん。花って別に表情を出そうとかなんとかって思ってないけど、人を癒したり元気にしてますよね。あれって言葉ないですよね。でもポンと一輪咲いてるだけでここに表情というかあるわけですよね。存在感ありますよね。それでいいと思うんですよ、人は。だから例えば何か喋れ、うまく喋れなくてもいいけど、ただこうなんか表情がある。そういう人ってになりたいじゃないですか。はい。今日大きなテーマがあるんです。実は働くとかね、何のために生きてるんやとかね、そういうテーマがあるんだけど、まあ今日はオープニングからちょっとこんな話になってますが、花の存在感ってそういうことでしょ。うん、なんやと思いますか。表情がやっぱり出ないとか出るとかっていう話。難しいんですけど、単純にいけば、まず自分、必ず人って欠点ばかりの人間って僕いないと思うんですね。うんうん、だから自分の得意とする分野をそこに自信を持つ、うん、ちっちゃいことを見てほしい、はいはい、針の穴に糸通すめっちゃ早いでみたいな、よーでぶっ、ぶれみみたいな、こんなんでもいいと思うんですよ。誰しもができるかも分からへん、これは自分だけの特技ではないかもしれへんけど、うん、でもそれやったら私もできるよっていうような、何か自分の自信の持てるものを一つあれば、結局笑顔っていうのは自信から生まれてくるものやと思うので、それをまあ探してみるっていう話なんですけど、でもそれが難しいんだよねっていうことは言われると思うんですね。そうですね、はい、そうなんですよ。だからまあ、今ちょっとこういろんなこと、いろんな方で悩まれてる方、いろいろ相談を受けるんですけど、うん、まあ、得意とするもの、なんかヒデさんええねってなんか好きなこと勝手にやってるとか、うん、なんか映ってるみたいですよ。僕も好きなことなんかそのままやってる、 100% 以上やってるみたいに思われてると言うんですけど、そんで見えますか。僕はヒデさんももう頑張りすぎてると思いますけどね。あね、はい、ものすごく頑張ってるよね。いやそんなことない、自分で言うなっちゃうじゃない。いや、ね、模索してるんですよ。はい、うん、好きなことを勝手にやってるっていう、好き勝手なことやってるという言い方って言ったらおかしいけど、これもしたい、あれもしたいっていうか、いろんな可能性を見つけてるというか。だからまあ、この間もちょっと話したと思いますが、何かをしたいこと、夢、ないという人多いでしょ、今最近。うんうん、なかったらいいんちゃいますかって、僕もなかったですよっていう時期があるし、で、やっぱり、これやと思ってやってても、なんか奥深いなとか思った時に、なんかやる気なくして、倦怠期とか入りますよね、仕事に対しても。まあ、彼女に対してもそうですね。仲間でもそうです。倦怠期で必ずありますよね。で、そんな時に、やっぱり落ち込みますよね。でも、目の前のものに対して、こう、なんか諦めるのがものすごい早ないですか、最近の子って。早いですよね。早いでしょ。ちょっとゲームのリセット。リセットなんですよ。はい、だから、目の前にあるものが、なんかこう、楽しくないんやっていうのは分かる。そんな時あるかわからないけど、まあとことんやってみたらっていうのをいつも言いたいんですよ、うん、とことんまずやってみようと。で、ね、それでそうなんですよ、うん、結局楽しさを求めるんですけど、うん、楽しさを求めるために楽しさだけを求めるんですね。そうね、楽しさを求めるならばまず苦しみを味わわないと楽しみってないんですよ。今日は56 すぐ入れてもらうね。昔ほんまそうですね、中畑清さん、今、うん、横浜 DeNA の監督をされている中畑清さんが、うん、まだ解説者の時に、うん、ものすごい印象に残ってるんですけど、うん、あるスポーツ番組で、うん、新人の方がちょうど、まあ、もう今シーズン入ってますけど、だからこう3月4月ドラフトで新人になって、うん、自主トレやりますよね。でこう有名、それはちょっとこう高校でもちょっと名の挙げた人をやっぱ取材に行きました。で記者の人がで、その記者の人がどうですかって、なんかこう一軍で頑張りたいと思いませんかみたいな、いろいろ説明をこうなんかこうインタビューするわけです、うん、ほんだらその子、新人ですよ、その子が言った言葉は、まあ、僕はちょっとこう楽しんで自主トレをやって練習励みたいと思いますみたいなことを言ったんです、うん、番組内で中畑清さんブチ切れたんです、はあはあはあ、何を言っとんのやと新人